どうもねずっちです。昨日は月に一度の単独ライブねずっちのいろいろしてみる60分だったですけどね、たくさんのお客さんが来てくださって本当に、嬉しかったですね。終わった後ね、何人か、お客さんに声をかけていただきましてね、初めて来たっていう男性がいてね、名古屋からわざわざ来たっていうね、嬉しいですよね。来月も絶対に行きますって言ってね、去っていきましたけどね、それとかね、前回も来てましたね、大学生のカップルね、大学3年生って言ってましたけどね、それからここのとこ3ヶ月続けて来てるですね、若者ね、若い人増えましたよ。このライブね、おじさんがメインだったんですけどね、若い人の姿もこうね、ちらほら見えるようになりましたね。あとね、漫才協会を熱烈応援しているお盆師匠の追っかけのね、お盆ガールさんもね、仙台からわざわざ来てましたよ。東洋館から僕のライブ行って、その後東京クールのライブまた見に行くっつってね、3本はしごだなんつってましたけどね、お盆ガールさんの友達のね、女の子も来てましたけども、本当に嬉しいですよ。単独ライブね、まあいろいろ準備がありますんでね、結構ね、精神的にもね、大変だったりもするんですけどね、終わった後はもうプワーって感じですね。窓を開けっぱなしにするようなもんですね。そう、解放された。ねずっちです。来月も頑張ろうと思います。また。